主さん、主さーん。普通じゃないツルハシ使ってみたくないですか？へぇ。普通じゃないツルハシって、一体どんなツルハシなの？そうですねー。例えば、主さんの周りを回転するツルハシとか。なに、そのツルハシ。そんなツルハシがあるんなら、ぜひとも使ってみたいけど、私の周りを回転するツルハシってどういうこと？わけがわからないよ。実際に作って確かめてみましょう。今回はいろいろな新しいツルハシが作れるんですけど、まずは、鉄のツルハシから作れる新ツルハシを作りましょう。まずは鉄ツルハシから作れるんだね。必要なのは、鉄ツルハシと棒二つです。え？棒二つ？そもそもツルハシを作るために棒は使うのに、さらに棒を使うってこと？わからんわからんわからん。今回はとにかく謎なツルハシをたくさん作りそうだね。予想だにしないツルハシも作れるかもしれないですね。そもそもどんなツルハシが作れるのか全然予想できないよ。やっぱ広い洞窟だと石モブいっぱい出てくるな。気をつけて鉄鉱石採掘してくださいね。この辺に敵モブ集まってきたから逃げまーす。ぬおー、敵モブの群れの真ん中を突っ切るスタイル。よし、これで鉄ツルハシを作る分の鉄ゲット。鉄ツルハシ、作れたようですね。それを、シャベルのようにクラフトしてみると。シャベルのようにってことは、ここに二つ棒を置いて、ここにツルハシを置くってこと？なんか、作れた。ということで一つ目は長いツルハシです。めちゃシンプルな名前じゃん。ほんとだ、確かにちょっと長めのツルハシだ。試しにここの鉄を掘ってみようかな。おー、なんか一気にたくさん掘れる。普通のツルハシよりもめちゃ効率いいじゃん。どんどんブロック壊れていくし。ちょっとツルハシを長くすればこれだけ効率よくなるということですね。さあどんどん鉱石集めていきましょう、主さん。すごいよ、ペル君、これどんどんブロックが壊れる。鉄ツルハシでまだ新しいツルハシ作れますよ。今度はどんなツルハシなんだろう？いきなり長いツルハシがこの性能だったからな。これ以降作る新しいツルハシが楽しみ。それだけ鉄インゴットを集めれば十分です。では主さん、鉄ツルハシを4本作りましょうか。一回のクラフトで鉄ツルハシ4本使うの？どういうレシピ？真ん中を加工用にしてクラフトしたら完成です。回転するツルハシ。回るツルハシー。よえ。回転するツルハシと言われてもペル君、どうやって回転するのこれ？回転の仕方はいろいろありますよね。ツルハシが丸のこぎりみたいに回転して採掘速度がすごい速いとか？なるほど、そういう回り方もありますね。正解は主さんの周りを回転する回り方です。うわーんじゃこやー。回転したツルハシがとんでもないスピードでブロック壊してるんだけど、やばいよこれ、どん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 下に行くよペル君。回転を止めるのは自分で自由にできますよ主さん。もうここまで来たら岩盤のところまで行っちゃおう。回転するツルハシにはまっちゃってるじゃないですか。すごいよこれ、とんでもないスピードで掘り進んでる。エスカルクバイオーム見えたんだけど。それでもお構いなしに掘り進んでいく主さん。ダイヤモンドもこの範囲にあったようですね。こうやって掘り進めてると、今のマイクラの洞窟がどれだけ深いかわかるね。お、来た来た、岩盤到達。おー、マグマすらも破壊して突き進みましたね。っていうか岩盤のところまで来て平らになってるってことは、まさか岩盤ブロックも破壊できるってこと？わー、アイテム整理してたら奈落に落ちたー。ひどい目にあった。まさか岩盤ごと壊していくとは思いもしませんでしたね。それぐらいこのツルハシの威力がすごすぎるってことか。だって見てよこの回転するツルハシたち。もはや魔法ですもんねこれ。しかもちゃんとアイテム化してくれるっていうね。おっ、今ダイヤモンドあった。さすがに岩盤はアイテム化しなかったですけど、金やダイヤモンドはしっかりゲットできますからね。さあどんどん掘り進めてってー。今回はちゃんと奈落に落ちる前に回転ストップしよう。いや、さっきも止めたんだけどさ。回転ツルハシが暴走しちゃったんだよね。インベントリを見るときに、回転ツルハシを持ち替えた方が良さそうですね。あっという間に巨大な穴を掘りました。一度回転ツルハシを発動させれば、ほぼ確実にダイヤモンドゲットできますよねこれ。回転ツルハシ、おすすめです。ただし回しすぎて奈落に落ちないように気をつけてください。回転ツルハシの力で、ダイヤも結構集まりましたね。それでは今度はダイヤモンドで新ツルハシを作っていきましょうか。さっき今度はダイヤモンドにグレードアップだ。今回はダイヤツルハシ3つです主さん。さっきは長いツルハシでしたけど、今度はでかいツルハシです。長いの次はでかいか。あれ？でもツルハシ自体はそこまででかくない？採掘できる範囲はでかすぎる。こんな一気に掘れちゃうの、すごい勢いで空洞ができていくけど、勢いすぎすぎて自分で洞窟作れるレベルよ。いいですね、新ツルハシはそれぞれ全然違う効果があります。
それに規模もどんどん大きくなっていきますね。ちょっと待って、これで3本目の新しいツルハシだけど、これがまだ最後じゃないんだよね。まだまだ全然作れるツルハシありますよ主さん。さあどんどん新しいツルハシを作りましょう。でかいツルハシで掘り進めて、本当に新しい洞窟作っちゃってるじゃないですか。やっぱブロック掘るの楽しいよね。さあペル君、次は何からツルハシが作れるの？次は黒曜石です主さん。今度は黒曜石から作れるツルハシか。それじゃあこのでかいツルハシで一気に黒曜石を回収しよう。あれ？もしかして長いツルハシでも？黒曜石ゲットできる。本来は黒曜石をゲットできない鉄ツルハシでも、長くすれば黒曜石も壊せるようになるんですね。長くするだけで性能変わりすぎでしょ。作り方は、ダイヤツルハシを黒曜石で加工レシピです。む？ということは今度は黒曜石のツルハシ？うわーお。なんだか見た目がかっこいいツルハシになったよ。しかも名前ボイドツルハシ。名前までかっこよくなってるじゃん。気になるボイドツルハシの性能はどうでしょうか？それじゃあ早速使ってみよう。ドイブラックホールが出てきた。うわーすげー。ボイドツルハシは石を吸い込むブラックホールを作るようですね。よーしどんどんブラックホール作っていくぞー。しかも見てください主さん、このブラックホール石は吸い込むんですけど鉱石は吸い込まないんですよ。ほんとだ、鉱石だけ残されてるじゃん。鉱石周りの石だけは消してくれるんだ。めっちゃ便利じゃんこのブラックホール。ブラックホールに利便性とかあったんですね。え？このちょっと見えてる丸石の部屋って、スポナー部屋だよね。これだけ綺麗に部屋だけくり抜かれてるってことは、ブラックホールは丸石にも反応しないってこと？そうですね、本当に石を消すのに特化しているので、消したくない構造物はちゃんと残してくれるようです。こんな便利なブラックホール今まであった？ちなみにここは雲のスポナー部屋でした。さて、今度はネザーに活動場所を変えました。というのも主さん、今回もエンドに行ってほしいんですよね。エンダードラゴンを倒すのが目標って感じ？いや、エンドラが最終目標ではなく、エンドラのアイテムで作れるツルハシがあるんですよ。よい。ここまですでにいろんなツルハシ作ってきましたけど、結構個性的なのが多いですよね。おさらいすると、最初は長いツルハシで、次に回転するツルハシでしょ？そこからでかくなって、ブラックホール作るところまで来た。そしてこのツルハシですよ主さん、ジャンクイーターっていうツルハシなんですけど。ジャンクってまさか？ワンチャンク一気に破壊するツルハシです。今度はワンチャンク一気に破壊かよ。さっき作ったでかいツルハシの範囲広いバージョンですね。あのツルハシのグレードアップバージョンあったのね。一度に壊すブロック多すぎてマイクラの処理追いついてないじゃんこれ。おかしなことが起きて普段では見えない景色見えちゃってますね。これ以上掘る範囲を広げたら私のパソコンが終わります。パソコンイーターツルハシ実装ありますかこれ。やめてーと思ったんだけど、このピグリン要塞に金ブロックって何個ぐらいあるのかな。ピグリン要塞のいろんな場所に金ブロックありますけど、普段だと全部集めるのにはすごく苦労しますからね。ブラックホールはピグリン要塞のブロックを吸い込まないみたいだから、ここはチャンクイーターツルハシにお願いして、ピグリン要塞に金ブロックが一体どれだけあるのか調べてみよう。お、金ブロック落ちてきた。ピグリン要塞の中に埋もれている金ブロックも、今回なら超簡単に集められますね。ただ、このピグリン要塞の下はマグマになってるから、床をぶち抜いてマグマに落ちないようにしないと。おー、ここのチャンクだけで金ブロック3個あったー。これピグリン要塞全体で見たら結構ありそうだよ。さあ、最終的にどれぐらい集まりました。うわー、さあ、最終的にどれぐらい集まりました。まだマグマの海に落ちちゃった分もあるかもだけど、要塞にあった宝箱も含めて13個。お、やっぱりピグリン要塞にはたくさん金ブロックが眠っていますね。今回は金ブロックの山ゾーンがないタイプだったので、タイプによってはもっとたくさん金ブロックをゲットできたかもですね。おし、金ブロックをインゴットにしてインダーパールと交換してもらったら、次はネザー要塞でブレイズロッド集め。ツルハシは攻撃用じゃないから、ここは普通の剣で倒します。回転するツルハシとかブラックホールとか、攻撃に応用できそうなものはいくつかあるんですけどね。どっちも敵モブには効かなかったんだよね。今回作れるツルハシはあくまで作業用なんですね。エンドラから作れるツルハシを求めて、まずはエンドクリスタルの破壊から。ここでも新作ツルハシが少し活躍しますね。超簡単にクリスタル壊せた。
しかも爆発のダメージを受けてないですよ、主さん。チャンクイーターツルハシだと、遠くてもブロック壊せるからね。新作ツルハシで簡単にエンドクリスタルを壊したら、あとは普通の剣でエンドラを倒してオッケーですね。今回武器は普通だからね。エンドのツルハシは、ドラゴンの卵をゲットすればいいの、ペル君。家主さん、ドラゴンの頭が必要なんですよね。ってことは、エンドシップまで行かないといけないってことだ。ということでエンドシティまでやってきましたね。エンドシップまで積み上げるブロック集めだけど、やっぱり長いツルハシは便利だね。ドラゴンの頭をゲットする前に宝箱見てみようと。ほわ。新しいツルハシ入ってたんだけど、エンドシップの宝箱にも新作ツルハシあったの。しかもラッキーツルハシですって主さん。ブロックを壊すと何かいいことが起こるかもしれないですね。それじゃあこっちのツルハシはどうなんだろう？こっちも入ってたー。金とダイヤが混ざったようなツルハシだけど、名前がウォットツルハシなんだよね。何これ、持った瞬間すんごいスピード上がったんだけど、自分にエフェクトを与えるタイプのツルハシなんですね。それじゃあこっちのラッキーツルハシはどんな交換だろう？むブロックを壊したら鉱石がランダムで出てくるよ、これ。すごいですね、これ。聖地と一緒に鉱石大量ゲットですよ。これが一石二鳥。おし、ドラゴンの頭回収したよ。このウォットツルハシは、私のスピードを上げてくれるだけじゃなかったー。うわわわ、そのウォットツルハシを持ってると自由に受けるんですか、主さん。これでどこでも自由に行けるよ、ペル君。でも、動きがちょっと遅いんだよねー。あ。この使い方だゴッドツルハシで浮いた後に、エビトラで滑空ですか。これでロケット花火がなくても自在に空を飛べますね。一応し、これで二つ目のエンドシップを探すぞさあ、二つ目のエンドシップの宝箱にはどんなツルハシがありました？まず一つは、クリーパーツルハシで。もう一つの宝箱には TNT ツルハシが、どっちも爆発系のツルハシじゃん。思ったよりも一気に TNT が出てきたんだけど、クリーパーツルハシはブロックを壊した時にクリーパーの爆発を起こしますね。この爆発自分では受けないのがいいよね。ついにエンドラのアイテムが揃いました、主さん。鉄のツルハシにドラゴンブレスとドラゴンの頭を2つクラフトしたら、きたー、ドラゴンのツルハシ。今回ラストのツルハシの効果はどうでしょうか。ミニエンダードラゴンが出てきたー。ミニエンドラが突撃して、その周りのブロックを壊すようですね。ということで、最先端のブロックの壊し方は、エンドラを発射して行うものだとわかりましたね。意味不明。